はい、皆さんこんにちは、タイプ D です。今回はじゃん、こちらでございます。シャオミのシャオミ12でございます。いやー、今日グローバル版買っちゃったんですよ。いやー、なんか日本展開しないっていう風に聞いて、あー、今回は見送ろうかなって思ったんですけど、まあでも結局諦めきれなくて、気づかない間にポチっちゃってたみたいで、ひでえめっちゃへこんでるんだが、これがあれですよ、中国からの輸入する荷物のまあ醍醐味ですよ。で、今回買ったのはシャーミット12のパープルの8ギガの256ギガです。もともとは128ギガ買うつもりだったんですけど、クーポンで8万円ぐらいにまで値段が抑えられたので、じゃあ256ギガ買おうかっていう。シャオミ12、まあ開けましょうか。はい、それではいよいよ皆さん待望の開封やほい。はい、中にはまあいつも通りのシャオミですね。この中にまずは、はい、いつものシムピン。中に入ってるのが謎の紙。これがケースですね。もう、そういう商品提供で先行してレビューする人たちって、なぜかこれ袋に入ってない人が多かったんですけど、今回はちゃんと入ってますね。こちらが、シャオミトイレブですよ。って、ちっちゃ！え、待って、ちっちゃい！え、マジでちっちゃいな。こちらは、まあ、後で見ていくとして、で、この中には、67W のまあ、AC アダプターですね。ただ、この通り、EU プラグなんで、まあ、変換アダプターつけないと使えないんですね。で、こちらが、タイプ C ケーブルか。はい、というわけでこちらがまあ本体ですね。輸出もちっちゃいね。じゃあまずとりあえずこいつ簡単にスペックを解説していきましょうか。はい、まず CPU はもうスナップドラゴン8 Gen 1、史上最強の CPU です。確か暗室も冷やしながら測定すれば100万点いくんじゃなかったかな、まあ、それぐらいの超チートスペックを持ってる CPU です。で、こいつのラムとロムは 8GB の2ごろで、これ以外にも 12GB のモデルもあるんですけど、まあ僕は 8GB を選びました。で、カメラがこれですね。50メガピクセルのプログレードメインカメラ。カメラは三眼構成になっていまして、50メガピクセルのメインレンズ、そしてそれよりも画質素数が低いと広角レンズ、そしてテレマクロ。この3つですね。ただこの50メガピクセルのこのメインカメラっていうのは、OPPO の Find X3 Pro に使われてた評判のいいセンサーが積まれてるんで、まあ、カメラは間違いなく綺麗だと思います。そして、この 120Hz の、まあ、リフレッシュレートのディスプレイと、確か 480Hz の探知サンプリングレートにも対応してたかな。そして、サウンドバイ、ハーマンカード。来ました。ハーマンカード。シャーム 11T Pro の時もハーマンカードの監修のスピーカーだったんですけど、あれも音質めちゃくちゃ良かったんで、まあ、こいつも間違いないと思いますね。そして、67W の、まあ、有線充電。そして、これ結構驚きなんですけど、50W のワイヤレス充電が使えるんです。何気に 50W ってすごくないですか？ただ、僕、120W もう体験しちゃってるので、120W と比較すると見劣りするのは、まあ、どうしても仕方がないかなって、まあ、思うところではある。じゃあ、このペリペリを剥がしていきましょうか。おー。おー、え、可愛くない？え、待って、これ。え、めっちゃ可愛くない？ iPhone 13 mini がまあ、2番目に可愛いかなっていう風に思ってたんですよ。まあ、1番目はまあ、不動の UDGX なんですけど、え、こいつ、iPhone 13 mini よりも可愛いな。お、パープルやっぱりいい色ですね。そして、カメラの主張が、まあ、すごい。でかいし、なんなら厚みもものすごい。なんだこれ。Xiaomi 5G。この辺だけ、すりガラスの、あれがされてないんですね。なんか、すごい高級感がある。すごく指紋つきにくい。シャオミ 11T Pro の時はそうだったんですけど、すりガラス加工になってて指紋がつきにくかったんですよ。で、これシャオミ 11T Pro よりもさらにすりガラスの加工が強めなので、なので指紋はつきにくいですね。そしてグローバル版なんで、ここに CE マークがありますね。この、ま、見てわかる通り、湾曲してるので、エッジディスプレイですね。何気に多くエッジディスプレイ初めてです。じゃあちょっとポートを確認していきましょうか。まず下側には、スピーカー、タイプ C ポート、そして、多分これがマイクかな？マイク、で、シムスロット。シムピン入れるところとさ、マイクがさ、隣り合ってるからさ、これ寝ぼけてたら間違いそうで怖いな。電源ボタン、音量ボタン。そうなんですよ。今回、
こいつ画面内指紋認証なんですよ。多分ハイエンドだから妥協はしないって言って画面内にしたんだと思うんですけれども、僕的にはなんか画面のところに出て位置がとても分かりにくい画面内指紋認証なんかよりも、ちゃんと位置がはっきりしてなおかつ自然に指が触れる位置にある側面指紋認証の方が僕好きなんですよ。で、上側にはIR ブラスターマイク残廃ハーマンカードとスピーカーですね。まあそしてまあ背面はこんな感じと。以前レビューした iPhone 13 mini と比較するとこんな感じですね。なんかどっちも可愛いというか、ただどっちもカメラの主張が凄まじいのとカメラが分厚いんで、ただ大きさがやっぱり Xiaomi の12の方がでかいですね。やっぱりまあサイズ比はこんな感じで、なんか一回り二回り大きい感じがありますね。なんならXiaomi 12すごく縦長ですね。なんかエクスペリア感があるな。この Xiaomi 12の以前のハイエンド機種 Xiaomi 11T Pro と比較するとこんな感じですね。こうして見ると小さいですね。 Xiaomi 12思った時にちっちゃって思ったんですよね。だって Android スマートフォンっていうと僕今まで大きいやつしか使ってなかったので。でどちらもすりガラス加工になってるんですけど、 Xiaomi 12の方がすりガラスの加工は強い感じですね。ただカメラのデザインが Xiaomi 12ってこんな感じで、まあ、かっこいいっちゃかっこいいんですけど、ちょっとなんか、ゴツゴツしすぎてるというか、複雑というか、それと比べると、Xiaomi 12のカメラってすごくシンプルですね。じゃあ、SIM カードスロット、開けていきますか。あ、SIM1、SIM2 が上下に入る感じですね。そして防水パッキンが見えるので、そこまで宣伝はしなかったんですけど、多分これ、防滴ぐらいの性能はありそうな気がしますね。まあ、一応、SIM カード入れときますね。カメラの出っ張りも保護されますね。これだけ出っ張ってれば。そして、この湾曲の部分もちゃんと出てて、絶妙にいい感じになってますね。早速電源をつけていきましょうか。それでは、スイッチオン！お、来ましたね。初回起動は、あんまりそこまで早い感じでもないけど、遅くもないって感じですね。では、MIUI13 やっていきましょうか。そして、グローバル版なんで、ちゃんと日本語もあります。また、とりあえず G ボードで。ま、後で変えるけどね。で、じゃあ Wi-Fi に接続。電波立ちました。あ、特殊な設定やることなく電波立ちましたね。あ、これは、とてもいい情報を得た。そして、電池が何気に初期状態だと 30% でした。あ、ここでアプリとデータのコピーってありますね。Google 使って移行します。デバイスのケーブルを、え、ケーブル、え、ケーブル今こうやってコピーできるんですね。へぇー。なんか昔 Google アカウントにログインして、それからネット経由だったんですよ。ケーブルになったんだ。データのコピーが終了したようですね。来ましたね。パスワード設定。とりあえず、指紋認証ですね。やっていきましょうか。とりあえずピンを入力して、認証はかなりしっかりめにやってる感じがあります。なんかすごく念入りにやってる感じ。あ、デフォルトランチャー、まあ、とりあえずアプリドロワーで。設定完了、エキサイティングな体験の準備が整いました。ただ、アプリのダウンロードが。アプリはやっぱりダウンロードするんですね。なんか早速アップデートが来てるんだが。まあこれは、まあ後でやっていくとして。はい、というわけで今回は、もうみんなが待ってたハイエンド、Xiaomi 12を、まあ、開封していきました。何よりなんか、このファーストインプレッションなんですけど、ちっちゃいですね。これなら多分手の小さい僕でも片手操作ギリギリいけると思います。 Xiaomi 11T Pro は片手操作無理だったんで、こいつはまあいけると思いますね。で、本体もそこまで重い感じもしないですし、これめちゃくちゃいいんじゃないでしょうか。まあ、とは言ってもまだ全然使ってないんでちょっとわかんないんですけど、まあ、この後あれですね、 Redmi Watch 2 Lite とかも接続設定とかやっていこうと思うんで、まあ、その辺は使用感レビューの動画をまあお楽しみにっていう感じでお願いします。はい、というわけで、まあ、ご視聴ありがとうございました。では、また次回に。